どこが言いましたっけね。だから公の 人ですからってことをおっしゃったんですよ。なので仕事じゃないというのはなかなか、はい、そうは言えないんですけれども、よくわからないな。まあいいですよ。ごめんなさい、ちょっとどこまで何を言いたかったか、ちょっとうまく言えないんですけど。いや、だから公の人だから人だから なんですかっていうのは、なんであったかっていうことについては確かにご説明したかと思います。彼らの賛同、はいはい、取り組みに、賛同してということですね、はい、で泉田知事にはまだ一度も、去年の3月に泉田さんが六本木のそちらのオフィスに行かれて以降一度も会われてないと。でその間に福島第一原発の事故の収束作業は、まあ、頑張ってはいるとはいえとても収束したとは言えない状況が続いている中で、東京電力が柏崎刈羽の安全基準に関する申請を出しましたよね。でそれで泉田さんが会いたいっていうふうな要望を多分何度も出されてると思うんですけど、まあ、出してきてますかね、はい、と思います。で記者会見でおっしゃってるし、記者会見の場で、公に田中俊一委員長に公開質問しますって。これもしかしたらですね、はい、新潟県の方に問い合わせてもらった方がいいかもしれないです。なぜ規制庁は、会ってくれないんでしょうか。あ、わかりました。実はですね、はい、どうぞ。実はですね、我々事務方自身、まあ、委員長のお考えはまあ別として、はい、我々事務方としても、4月に長官にお会いされた際には、これマスコミにも公開されているんですけれども、はい、公開の、面会の様子がですね、はい、とてもその、なんと言いますか、何か礼を持って接していただけたとは思ってない部分もありまして。それは泉田さんからですか。ね、そうです。で泉田知事、はい、まあ、これはちょっと申し上げられないですね、ちょっと。で、例を、新潟県の方に聞くのはいいですけど、申し訳ない、我々の口から申し上げられない。で、向こうも、ここに一度聞いてみてください、はい、ごめんなさい。